二倍角の定理の証明についてです。sin についてやっていきます。sin の 2α というのを sinα プラス α という形にすることによって、過法定理を使うことができます。そうすると sinαcosα プラス cosαsinα という形ができますので、2sinαcosα というふうにすることができて sin2α イコール 2sinαcosα ということが証明できます。以上になります。